出産したクリニックでたまたまチラシがあったんですね。で、まあ、うち祝いにフォトブックを送ろうみたいなのがあって、あ、これは、まあ、世界に一つだけのプレゼントになっていいなと思って作ったのがきっかけで、はい、プレゼントしました。やはり結婚をしてまずご両親だったり実家の両親だったりってい こう家族ができるっていうのが今までお付き合いしてたところから結婚ってい こう新しいステージだったんですけれど、そこからさらにこう自分たちの家族がまた子供ができたことによって増えるっていうところが私たちにとってはすごく大きなところで、まあ、そういうもの子供を通してやはりこういつも支えていただいている方に感謝の気持ちを込めてこういうフォトブックを利用してプレゼントしていきたいなと思っています。写真が趣味なんでもうパソコンの中にはもう何枚もデータが入ってるんですけど、家族でもなんかみんなでパソコンでは見れないし、あとお客様がいらっしゃった時とかもフォトブックアルバムにまとまっていたら簡単にみんなで思い出を共有できますし、あとおじいちゃんおばあちゃんにも娘の成長を見てほしかったとかそういうのもあってまとめているのと、あとこの子たちが大きくなった時にこんな風に育ったんだよっていうのを教えてあげたくって作っています。結婚する前とかはですね、ほとんど親にプレゼントしたことがなくてですね、父の日の母の日もほぼ素通りをしているような形だったんですけども、まあ、妻のアドバイスもあってですね、まあ、親にプレゼントする機会が増えたんですね。でその時のその選択肢の一つとして今後こういったもの、当然この子もどんどん成長してきますので、まあ、私も含めて家族の写真みたいなものをプレゼントしていければいいかなというふうには思ってますね。なんかいろいろ両親とかには物を送ってあげたい気持ちはあるんですけど、なんか物とかだとなんか相手側両親がなんかすごい なんて言うんでしょうね、遠慮して受け取ってくれなかったりだとかそういうのがあるんですけど、フォトブックだったらなんか娘の成長記録としてすんなり受け取ってもらえるんで、だから本当いいプレゼントかなと思って送っています。このフォトブック見せてもらって本当に生まれた時から目覚ましい成長を遂げたんだなっていうのが1ページ1ページ確認することができて、いい記念になったと思って本当に喜んでいます。はい、今のピアノのところに大事に立てかけて、はい、いつでも見れるようにしております。まあ、1年に1回その年を重ねるごとにまあ送っているので、そうかこんなことができるようになったんだねとか、今はこういうのが好きなんだねとか、そういうのを話すまあ話題のきっかけにもなるし、成長を一緒にまあなんか実感してもらえるツールとして、すごくいいものだなって思いますね。そうですね、とても喜んでもらってていて、でそれで主人の実家に帰った時にはなんかお母さんが仏壇に備えてくれたりだとかすごい喜んでくれてます。帰省する時なんかは空港では、ね、お菓子とかそれなりに美味しいものは買えるんですけど、フォトブックはやっぱり我々でしか手作りでプロフェッショナルじゃないですけれども作れないものですし、どういう目線でうちの子供たちを撮ってるのかとか成長を追うのをうちの両親と共有するのも なかなか他にはできないことなので、ものすごい特別なプレゼントかなと思ってます。同じ時間は共有できなくてもこういうフォトブックを見るだけで本当に今はどんなことしてるのかなとか、あるいはこの、息子夫婦たちがどんなふうに子育てをしてるのかなっていうのを見るだけでもすぐ分かりますので、そういう意味では離れてはいても本当に家族の、まあ、絆というものを実感することができるいい、ものだなというふうに思ってます。はい。